どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、タウンホール10のエアタック見ていきたいというふうに思うんですけども、私ね、今回のこの動画撮るのすごい楽しみにしておりました。なぜかというと、この方ですね、今遊びに来てくれているのが、YM さん。ご存知な方も多いと思います。私よりもね、全然そのチャンネル登録者数も多くて、特にそのタウンホール9と10のアタックにね、特化した動画を上げてらっしゃる方なんですけども、日本ではもう本当有数で、世界で見ても結構稀なぐらい、この9と10の動画に関してはもう本当スペシャリストの方で、私もね、動画の撮影テクニックとか、過去にいろいろこう質問をさせてもらって、磨いてきたなんていうね、まあ私の先生にもなってくださった、YM さんがね、遊びに来てくれたっていうのがね、またこれが興奮するポイントなんですけども、対戦に参加してもらったらまあすごくて、同じ編成なんですけども、バシバシね、全回もぎ取っていってるんですね。今のところ4回攻めで4回全部全回取ってるんじゃないですかね。これで見てもらって分かる通り、ペッカともコウモリっていう、かなりここに比重を偏らせた編成になってるんですけども、まあ、まずはね、アタックをご覧いただきたいというふうに思います。まあ、当然コウモリの呪文を使っていくので、対空の範囲攻撃施設、まあ、要はウィザードの塔とか、あとはマルチインフェルノタワーっていうのが天敵になってきますんで、その辺っていうのをこの、ペッカと、あとヒーロー、あとはそこ今突破兵器かな、これ混ぜてね、どんどんこう削りを入れていきます。で、最終的にはコウモリとあとはフリーズを使ってね、残ったヒ素を回収していくっていう格好になるんですが、うまいですね。上側、まあ、12時側にペッカが1体いるのと、下側のね、ここにね、もうペッカがいるのが分かると思います。ここと、あと今ここにペッカいましたね。今こう歩いて中入ってきちゃいましたけど、まあ、こんな風にすることによって、ペッカがね、両サイドにこう2体ずつ散るように、まあ、これでサイドカットをさせつつ、中心部に残ったペッカとヒーロー、あとそれを突破兵器に先導させて流し込んでいくという格好ですね。で、これ、見てわかる通り回路型になってるんですよね、この配置って。こんな風に、まあ、今入ってきたのがここですから、こういう風にこうユニットがね、みんな流れていってると思うんですけども、このね、回廊系の、様相をした配置に本当にこの戦術がね、刺さるんですね。なぜかっていうと、この歩ける回廊部分っていうのはペッカだったりヒーローがどん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 歩いていって、まあ、施設をなぎ倒してくれますよね。で、壁の中のポイント、まあ、こういうところですね。こういうところ、こことかこことか、あとはこういう部分、こういう部分っていうのにコウモリを当てはめていって全部潰していくんですね。で、そうすることによってペッカが攻められないところは全部コウモリで潰す。ただし、コウモリに対してはペッカがターゲットを取ってくれてるんで長生きをしてくれるっていう、まあ、このね、いい感じの相乗効果が発揮されて、こういう形でかなり綺麗にね、全開取れるようなアタックになっているんじゃないかなっていうふうに、まあ私的には思います。今日ね、動画3本見てもらいたいと思います。これ2本目ですね。サザンクロス、まあ、こんな配置であってもこの編成なんですよね、YM さん。で、やり方は同じです。ペッカを両サイドに散らせながら、中心部に、突破兵器と残ったペッカ、あとヒーローを流し込んでいくっていう感じですね。今、ペッカを出していってますけども、ここに今2体、ここに2体出してきましたね。で、上側のペッカ、こう歩いてね、主力と合流してこう進もうとしてますけども、まあ、理想的にはというか、まあ、別にこれは、上の方にこう回ってくれてもね、まあ、全然良かったと良かったでしょうね。で、ペッカたちが、ウォールバスターにつられてどんどん中に入っていきますね。で、いや入っていてないな、これウォールバスターが、先導しているのは、クイーンだけですね。ペッカは全部、3時4時方面に流れていってますけども、まあ、それでもね、これしっかり合流しますので、まあ、問題はないですね。で、問題になってくるのはむしろこういうところですよね。壁の中に挟まれてペッカとかでは壊せないような施設、これをどう処理するかというポイントがここですね。コウモリ出てきましたけども、これをこう一気に走らせていくんですね。クロスボウのターゲットをしっかりとペッカとバーバリアンキングが取っているので、コウモリが全然ダメージ受けずにクロスボウを破壊していきますね。で、天敵となるウィザードの塔のところにはしっかりとフリーズをかけて、最後のマルチインフェルノにもフリーズをかけつつ、コウモリでこれを制して全開という格好ですね。呪文を1個余らせての全開、しかも
ヒーローの能力両方とも使ってないというね、もう圧倒的と言ってもうあのそれ以上の言葉が見つからないぐらいなあの全開になっているというふうに思います。どうでしょう、これサンホール10の方だったらぜひ真似してみたいっていうふうに思いませんかね。このアタック相当なんかあのレベルが高いんだけども、やっていることは至ってシンプルなんですよね。なのであの身につけるとかなりいろんな場面で重宝するし、あの比較的ね、習得がしやすい戦術なのかもしれないですね。さてでは、もう一回ね、この編成でのアタックを最後見てもらって、動画を終わりにしたいというふうに思います。あのやっぱりねこの編成が刺さるのは何度も言いますけども、ペッカが歩くスペースがあるような配置ですね。これもそうですね、ペッカがこんな風にここから入ってくるんですけども、入ってきたペッカがこう横にね二手に分かれて歩いていける。でも中にあるこういうところですよね、こういうところとかに関してはちょっと壊しにくいので、まあ、ここもそうかな、この車線引いたところっていうのは壊しにくいので、こういうところをねコウモリで壊していくっていう感じですね。まあ見ていってもらえたら分かると思います。まずは、3時方向からウォールバスターを突入させていって、ウィズトー2本とマルチインフェルノ、これを折ってきますね。ここにやっぱりねコウモリの天敵が固まってるんで、入りはその、マルチインフェルノとウィズトーをしっかり潰せて、でかつ相手の防衛援軍をね、処理できるっていう、この3地面を選んでますね。ここ非常にあの合理的だと思います。で、そのままペッカは上と下にこう分かれてね、こっちとこっちに分かれてどんどんこう進んでいくんですけども、残ってしまった遺跡がどこかっていうと、このクロスボード、この辺ですよね、こういうところ、こういうところを処理するのにコウモリを使っていくんですね。今見ての通り、しっかりとクロスボードに向けてコウモリを発射させて、で残った、マルチ IT とウィストに関してはまとめてこうね、フリーズをかけていって、一気に凍らせてコウモリで制圧していくという格好ですね。いやーお見事ですよね、本当にもうかなり綺麗に決まっているので、もう、あとはもうね、全開を待っているだけっていう感じなんですけども、まあ、最終的にはこのね、シングルインフェルノが残ってますので、ペッカからすると結構脅威なんですよね。で、そいつに捕まって少しペッカがやられてしまってね、もしかしたらなっていう気はするんですが、まあ、アーチャークイーンのクロークをねやっぱここまで残せる攻めになってますんで、そうなってくるとあのいくらシングルインフェルノがねあったとしても、まあ、前回までは待ったなしかなというところですね。いやーお見事すぎるアタックですよね。こんな感じで綺麗にあの前回まで持っていける、まあ、この編成ですので、ぜひぜひね、見てくださっている皆さんもこれね編成あの基本 YM さんこれから変えてませんから、この編成よくねあの覚えておいて、ぜひねあの、まあ、まずはフレッシャーとかでね試してみるのがいいかもしれませんが、慣れてきたらもうどんどん、体勢でも使ってね全開もぎ取るようなね、気持ちのいい仕事を、たくさんしてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼したいというふうに思います。本当に YM さんあのいろんなね、お話も聞けましたし、アタックも非常にお見事で楽しい時間を過ごさせてもらいました。あのぜひまたね、他の皆様も気軽に関西クラクラクラブあの遊びに来てもらえたらなというふうに思いますが、本日のね動画はこの辺で失礼します。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。